はオールフォーユー。彼もショートプログラムなんですけども、はい、4回転のコンビネーションを入れてくる予定です。3回転トーループ、3回転トーループ、高いですね。高さがありますね。スケートが のブライアン・ジュベール。大歓声です。彼今シーズン体調があまり良くないっていうのを聞いてたんですけど、はい、全然そんな風に見えませんよね。去年これですか、なんかインフルエンザか何かかかって、ヨーロッパ選手権のところもまだ十分には戻ってなかったようですからね。やっぱりここにきっちり合わせてきたんでしょうか。一つミスがありましたけれども、それの手応えという表情ですか。そうですね、やっぱり最初の4回転のコンビネーション、はい、なかなか今シーズンはうまくいってなかったみたいなんですけど、
と最近のスケーティング全体のこのバランスも良くなってきたんじゃないかというところもありますね。ブライアン・ジベール。